アーノルド・ルーゲアーノルド・ルーゲはドイツの文筆家。アーノルド・ルーゲは1802年9月13日に流言島のベルゲンで生まれる。ルーゲは1821年に19歳でアビトゥーアを修了し、同年、ハレ大学で哲学を学び始める。翌年、同専攻でイエナ大学に移る。その後、ルーゲはハイデルベルク大学に移る。1824年春には、 禁止された秘密結社のメンバーとして逮捕され、有罪判決が下される。ルーゲは1821年にハレ大学のブルシェンシャフトのメンバーになる。1822年にはイエナ大学ブルシェンシャフトのメンバーに、そして1823年にはハイデルベルク大学ブルシェンシャフトのメンバーになった。ルーゲは学生の秘密結社で指導的役割を果たす。ルーゲは ケーペニックで1年間未決交流された後、ブローツワフ上級地方裁判所から後部軸の要塞での15年間の禁錮刑を言い渡される。ルーゲは1830年の春に国王に恩赦されるまで監獄に入る。監獄の中で彼はソポクレスのコロノスのオイディプスやドキディデスの戦士からベリクレスの演説を翻訳する。1830年に釈放された後、 ルーゲは晴れのギムナジウムに職を手に入れる。しかし彼は自分の地位に不満を持つ。辞職後、彼は晴れ大学に再入学し、プラトン美学で大学教授資格を得る。ルーゲの記事に感銘を受けたエヒターマイヤーがルーゲに新たな雑誌を出す企画を持ちかけ、二人は1838年1月にドイツの学問と芸術のための晴れ年誌を発行し始める。 ハレ年誌は、かなり早くから青年、ヘーゲル学派の最重要機関誌になる。機構者には、ルートビヒホイエルバッハ、フリードリヒ・シュトラウス、ヘルマン・フランク、グリム兄弟等がいる。1841年夏、ルーゲは編集書をハレからドレスデに移し、雑誌名を、学問と芸術のためのドイツ年誌に変更する。1844年に、ルーゲは、マルクスと、 独仏年誌を出版する。その後、二人は決別する。1844年夏、主ジ寺ンで職校の放棄が起きる。マルクスもハイネも、これを新時代の前兆であるとみなしたが、ルーゲはこれを単なる局所的な革命と捉えたため、マルクスから厳しく批判される。1848年革命時には、フランクフルト国民議会議員につき、極左派として民主主義及び、 自由主義を標榜する、デフォルム氏を観光するも、プロイ戦闘局の干渉により再びパリに亡命。友人のアレクサンドル・レドリロランを頼って、独仏両国の共和主義者との関係強化に努めたが、1849年に二人とも、ロンドンへ、逃避行をする。ジュゼッペ・マッツィーニラ求心的政治家と共に、ヨーロッパ民主主義委員会を立ち上げるも直後に、 2月1850年にはロンドンが肌に合わず、ブライトンに移り教師や作家としての生活を送る。1866年に勃発した広島戦争や1870年の不仏戦争では、いずれもドイツを熱烈に支持。ビスマルク体制こそ真の民主主義国家とみなしたためである。晩年は祖国に戻ることはなかったが、 ドイツ政府より1000マルクの年金を受け取っていた。78歳を過ぎたルーゲは、ブライトに自分の墓場を見つけ、1880年12月31日に、そこで死んだ。今日、ルーゲの遺品の大部分は、アムステルダム国際社会史研究所により管理、されている。ありがとうございます。